皆さんおはようございます。2022年3月の21日、春分の日ですね。おはようございます。ごきげんよう。ちょっとですね、いろんな作業や連絡があって今になりました。今日は春分の日ですね。えー、もう春、乱んと言いたいんですけど、結構寒いですね。昨日は池田 弘樹さんの事務所開きで武雄に行ってきました。いい事務所開きでした。こう石丸宏県議のですね。ご子息の。石丸太郎さんが来られてました。立派な方ですね。石丸県議は。あの自民党時代から。よく知ってる方ですけど。でしたけど。 自民党のケ議さんなんですね。で、その自民党のケンさんが、なんと立憲民主党の池田さんをですね、まあ本当に自分の弟のように可愛がっていただいて、ちょうど4年前は私の隣にですね、お座りになってました。えー、もう党派を超えて大変尊敬をしていた方ですが、昨日そのご子息に。 のご挨拶は初めて聞いてですねいやー感激しましたね一番最初にあの災害をで苦しんでる方々のお見舞いをバシッと言ってですね私はあの入ってきて時にずっと皆さんにお見舞い申し上げたんで挨拶の中ではそれはあの二重になると思って言いませんでしたけどまあ本当にあ 池田弘樹さんの,、えー、その制作っていうか昨日の事務所開きの挨拶もすごく良かったですあんな事務所開きであんなに長く話す人っていないですよね。 感じなかったよっていう人が多かったのは、その内容が。濃くて。彼の志がよく出てたからですね。あの。勝田君に聞いたら、全部ライブで流してたらしくて。中にはね。いくらその。まあ。佐賀県連には、そういう議員は一人もいないですけども。ちょっと。ライブで流すと危ないっていう人も。 中にはいないいななわけじゃないですよねだからおー全部流してたんだと思ってよかったですで、まあ、昨日川越の大楠私があの「敏郎さん」ってつけている大楠にも挨拶に行きましたちょうど若木地区は、えー、中選挙区時代のですね後援会長がおられてでそのお家の前で手を合わせてそして敏郎、えー、さんのところへ行ったわけですね。 樹齢は3,000年を超える、まあ、日本では5番目に大きな靴だですね。で感激したのはあの隣にですねお店があってその春のですね野菜がいっぱい売ってあってすっごく安いんですよね。でマスクして帽子かぶってるんで私だってわからないはずです。 いやー和弘さんやんねっていうことでまあやっぱりあの中選挙区時代の、まあ、自民党時代の,あの支持者の方々も寄ってきていただいてですねで水車が回っててその水車で米を引くんですねだから熱がであの処理しないんですっごくおいしいお米で6時間かけて。 あの米を精米するんですよっていうお話でもう買ってきました5キロ2 5 0 0円ということで 5kg2500 円だったらそうですねあのそんなお米を食べることができるってなんて贅沢なんだろうと思いながらですねあの昔はよく水車で やってましたね。ここもあの。水車を。それこそ入り百姓ですよね。あの。お百姓とかしたことがない。祖父母がですね。戦争中に。子供たちを植えさせちゃいかんということで。そう、祖父から。あの。田んぼを借りてですね。もらってやってましたね。あの、私が生まれた後も。水車があったのを。を 昨日思い出しましまたなんかあったかい気持ちになりましたねまああったかい気持ちと裏腹なのはあまあディープステートっていう言葉を使ったらリベラルの人たちからとんでもだとトんチキ議員とまで言われてますね。これあのケネディ大統領ががかつてですね CIA 暴走するんじゃないか一人歩きするんじゃないかとインナーステートの議論というのはずっとアメリカの中でありますよねで主にその前々回の大統領選挙でオーバーフライトの人たちってこれディープステートって言葉を教えてくれたのはリベラル派の方なんですよねでそれはトランプさんの支持者がよく使っている言葉だということで まあ陰謀論で単に片付けられる話じゃなくてかつては「あの軍産複合体」って言われましたまあ戦争やって言ってるんですけども本当にその国家を超えたですねいやその国家の中にすくう戦争をに向かわせるメカニズムと言ってもいいでしょうね。戦争のの大義なんか昨日はあの イラク戦争を知らない君たちにということであのネット上のシンポジウムがあって私も短い時間ですけど参加をさせていただきましたその一部 YouTube になって配信をされてますあの綺麗な音楽やそれから戦争反対のその 絵て、ね、いうか壁に描いたプロテストですねそういうものを紹介してくださる方もおられて非常に有意義でしたでも私たちがやってきたことはまたこのウクライナで破られてしまったとでテレビをめったに見ないですけどテレビを見た人たちがよく言うのはなんか今までこの人はちょっと 困ったことを言う人だなと思った人が戦争で儲ける人がいるんだよっていうことを言ってくれたりしてああやっぱりちゃ,ちゃんと見てる人はいるんだなって思う反面あとんでもない勇ましいことをですねもうまさにその私たちが紛争の当事国でありそして、えー、とにかくロシアを懲らしめればなんとかなるんだと。 そんな話じゃないですよねあの極超音速ミサイルをあれ撃ちましたねあの極超音速ミサイルあれ使う必要はありましたかね、まあ、まさにあれこそ世界に対してその軍事力を見せつけたものですねで恐ろしいのはなんかテレビを見ながら自分もウクライナの政権の一部だと 勘違いいしてるんじゃないかとこれミンスク合意とまあも,もっと言うと古くはポツダム宣言って読んだことな,なくって言ってるのかなって昨日あるテレビ見てて思いましたねミンスク合意これ停戦合意なんですよね停戦なんですよあの北東アジアではもう停戦ですよね 朝鮮戦争はあ休戦ですよね失礼休戦なんですよでこのミンスク合意の場合は停戦ですからねその停戦合意がどうなったかということも検証せずにただただその自分がかつてのアメリカのスーパーパワーと同一視するかのような物言いをしそして核を持てと言いい ニュークリアシェアリングを言うっていうのは、とんでもない戦争能だと思いますよ。そういうのを戦争やって言ってるんですよね。ちょっと本当に、どうかしたんじゃないかな。しかもその、リベラルだっていう人たちまでですね。あの、いや、昨日ね、私のあの、ツイートに、 人が死んでるんですよ。それなのに、えー、ゼレンスキーさんを批判するんですかって。いや、批判してるんじゃないですかこういうことを言わないでくれって言ってるんですよ。あるいは、ミャンマーに、ミャンマー軍に兵器を渡すのは、これも国連の決議があったでしょって言ってるんですよ。ウクライナで、一人の市民もなく、亡くなってほしくないし。 どちらの国の兵士も死んでほしくないですよ。同じようにミャンマーでも武器を渡してはいかんでしょいかんって決めてあるわけですよ。だけど渡さないでくれって言ってるんです。ミャンマーで亡くなる方も、ウクライナで亡くなる方も、そして日本で亡くなる方も同じ人間ですからね。そのことを言ってるんですよ。 なんかテレビを見てるととにかくウクライナだけをウクライナの,その政権にまであの自己同一するようなそういうものなんですかね、それ非常に危険ですよね、昨日孫崎さんが紛争の当事国の一方だけの話を、その指導者の話を国会で聞くべきじゃないという。 ことをツイートでおっっししゃってましたで私はそれはあのどんな虐殺があったのかとかどんなその国際法違反があったのかというのを聞くのはそれは国体でみんながいろいろ考えながらやってることですから一定の理解はしますけどもしかし孫崎さんがおっしゃってることも大きく 頷くとところがあると思います NATO でもないそして紛争の当事国でもないましてやロシアの私たちは隣にいるわけですよ。私たちの国民の利益や安全といったことは最優先で考えなきゃいけないことですよね。どっかあの 遠い国のですね紛争で全くその世界の中で関係のない傍観者あるいはえ観覧者ではないわけですよねそういうことからすると非常に危ういものを感じますねいやお話になる内容も今日あの伝わってきたのは 交渉があの決裂すれば第三次世界大戦だとそういう言葉は非常に危ないですよね。あの私は正直他国のですね選んだ人のことをあ,のあれですけどちょっとその。 どうかなって思うことがいっぱいありますね。だからその片方で、えー、ロシアが正当化されるわけじゃ絶対ないと思いますがロシアの言い分これも P5 ですからね P5 っていうのは国連常任理事国ですからねまずは停戦まずは 市民を安全なところに。避難していただくと。いうことだと思いますね。まあ、さまざまな、あの。情報が流れてきて。で。陰謀論だ、陰謀論だって言うけど。世界は。まさに、その情報戦。陰謀に溢れてますよ。だからこそ。紛争当事国でない。日本は。 でであるべきなんですよ日本にできることがあったはずですよ。それは、どちらの紛争当事国でもない。しかも、あの、中東のあの、イラク戦争の時もそうでしたけども、人道支援ができるわけですからね。まあ、もう一つ、あの、 逆の立場の人たちの話も聞いておかないと、それはとんでもないことになるということは、あの、アメリカの中も違いますからね。アメリカの中も。だから、いやー、私、トンチキ議員って言われて、さすがにこれは、あの、 ちょっと弁護士と相談しようと思いましたねその人のツイートはこれまで共感することが多かったんでまあここまで言うかとやっぱりまあ見せかけのリベラルっていうのはそこが浅いんだなっていうのはつくづく思いましたねまあだけどそういうのにあの絶望する必要はなくて可視化されるっていうことはいいことなんでですね さて、昨日たまたまあの鎌倉殿の13人見てたらその「苦労義経」ですね。義経像ってずーっとまあ本当にここ,ここまで美化されるかというぐらい美化されて伝わってきたんですが昨日のあの番組のやつはですねまあ本当にあの頼朝に鎌倉殿に心を磨けと言われるぐらい。 ちょっと冷酷で身勝手ですかね。でやっぱりこれ史実っていうのは、まあ、遠い過去になるからどうなのかっていうのはあれですけどこれだけ180度違うというのも正直あの戸惑いますね。私たちははと弁慶、まあ、日本人は半顔美意気で 常にその敗れた方をですねあのに心を添えるあの忠臣蔵もそうですね義経源義経もそうですでそれがまあこういうふうに描かれる時代っていうのは、うん、やっぱり何かが違うのかまあその作家の方がですね非常にあのコミカルに三谷さんですかねあの 作っってておられる非常にあの興味深いのともにちょっとこう戸惑うところもありましたね私たちもあの藤原から源氏そして今に至るまでのちょうど歴史を今検証してるところだったんでうんそういう史実もあったのかなーっていうのをもう一回あの。 まあ、史実に基づいてて作ってるでしょうからね、まあ、だでもそうすると過去の義経者っていうのはそっちが創作だったのかなって、まあ、ドラマとして見る分はねあれですけどかなりなんとかな大岡越前が悪役だったみたいなそんなあのショックを受けたのはそうですね。 歴史は見る目線が違えば変わってきますからね。うん、さて、今日は本当に春分の日です。どうぞ、良い一日を。この <laughs>、アーモンド <laughs>。ア,<モ> <laughs> アーモンドってこんなに庭になんか他の、そうですね、これ日本の花ばっかりじゃないわな。なんか <laughs>、 桜と間違ってこんな風に溶け込んでるアーモンドがなんとなく可愛らしくなりますねじゃあ皆さんどうぞ良い一日をごきげんよう竹だけしくなっちゃいけませんよねポツダム宣言読んでみてくださいもう本当にここまで書くかっていうようなものですよしかしそれを私たちは受け入れてますからね それを否定することはできません残念なことですが頑張りましょうでは良い一日をごきげんよう